こちとら先を急いでんのによ。おめえらのせいで治るまでにえらい時間食っちまったぞ。江戸壊さなければ済んだことでしょ。大体あの黒装束のせいだ。オートメールの請求書叩きつけてやる。あの二人にはよく言っとくから勘弁してよ。娘の方はランファン、G の方がフー。うちに代々仕える一族さ。よろしくね。付き人が二人もいるなんて、もしかしてリンって結構いい家の坊ちゃん？そういえば二人の姿が見えないけど。少尉、いいよ。大佐に様子見てこいって言われてよ。どうだ調子は。かんばしくありませんね。早く仕事に戻りたいですよ。よう、タバコのあんちゃん、毎度どうも。大佐の方はあれからどうです？書類と格闘してるみたいだけど、俺は手出しできねえからわかんねえや。実際私はいつまでここにいればいいんですか？もう10日もこもりっぱなしでどうにかなりそうですよ。せめて先行き明るい話でもあれば耐えられるんですけどね。先行き明るい話か。一つあるぜ。俺に彼女ができた。こっちに引っ越してきて、いろいろ困ってた時に優しくしてくれてさ、もうめっちゃいい女。なあ、その女切ったら楽しそうか？なあなあ。もう帰ってください。寝ていたか。余計なお世話かもしれませんが、無理しないでお休みになられては。うん、いかん、軍議まで時間がないな。また来るよ。今のマスタング大佐？おはようシェスカ。なんで大佐がここにいるんだ？はあ、書庫が空いてる。関係者以外に解放してはダメじゃないか。すみません、すみません、すみません。首でしょうか？どうせ大佐にご利用しされたんだろう。黙っておいてあげるよ。何を調べに来たんだろうね。シェスカは知ってるかい？私も詳しくは知らないんですけど、中央刑務所の死刑者リスト、軍上層部で起こった過去の事件例と国家錬金術師の事件例を調べているようです。あとは第五研究所に関する書類はないかと聞かれました。それとヒューズ准将の事件、あまりに必死な様子でしたので、その書庫を。あのヒューズ准将の殺害には軍支給の拳銃と同じ口径の弾が使われていたんですよね。ここの軍人の中に犯人がいるんでしょうか？あんなに思いやりのある人が
どうして。怖い。大丈夫だよ。君には何の関係もない。さ、今日も仕事が山積みだ。よろしく頼むよ。おはようシェスカ。あれ？どうも。怪我したのか。南で少しやりましてな。何？かすり傷です。そうそう、エルリック兄弟に会いましたぞ。南方司令部に査定に来ておりました。そうか。まだまだ軍の犬をやる気だな。鋼のも、もうじき16だったか。元の体に戻るのが先か、人間兵器として戦場に駆り出されるのが先か。あのような場所に少年を放り込むというのですか。鋼の錬金術師は、人間兵器として使われるかもしれないリスクを覚悟して、この世界に飛び込んできている。大人も子供も例外は認められない。建前ですな。誰もそんな世界は望んでおりません。軍人でありながら君はこの軍事国家を否定するのか？否定はしません。ただ我が輩のこの力は、この国の弱き人民を守る力でありたいのです。あの内乱を経て、この国は変わらねばならぬところへ来ているのではないでしょうか。そしてそれができるのは、戦場の痛みを知り、かつ冷静に上を目指せる人物です。マスタング大佐。何の話だね。少し喋りすぎましたな。お先に。少佐、兄弟にヒューズの死は知らせたのか。いえ、言い出せませんでした。いつかは知らされることだぞ。第五研究所と賢者の石。石の材料は生きた人間。世話好きなあいつの性格だ。エルリック兄弟が調べていたことに首を突っ込んで、知らなくてもいいことを知ってしまった。違うか。自分たちに関わりを持ったせいでヒューズが死んだと知れば、兄弟が傷つくか。人がいいな、君は。ずいぶんお調べになりましたな。もう一息だ。気をつけてください。どこで誰が聞いているかもわかりませんので。ああ、マスタング大佐がヒューズのことを嗅ぎ回ってる。最近になってから急に動き出したみたいだよ。何か決定的な情報をつかんだのかしら。結構近いところまで知ってそうだよ。どうする？監視するなら目の届くところにと思ってセントラルに移したけど、失敗だったかしら。おとなしくしててくれないかしらね。大事な人柱候補なんだから。そっちの情報網からは何も聞き出せてないの？全然。天然なのかやり手なのか、いまいちつかみどころがないわね。今日あたりまた情報収集してみるわ。行くわよ、グラトニー。ねえラスト、炎の大佐がおとなしくしてればいいんだよね。
その情報網の他にもう一つ手を打っとく気ない？何かあるの？うるさい犬には餌を与えてあげなくちゃ。マリア・ロス少尉、憲兵司令部のヘンリー・ダグラス。私に何か？我々と一緒に来てもらう、ジュー。マリア、どういうことか説明していただけますか？マース・ヒューズ殺害事件の重要参考人として君の名が挙がっている。そんなバカな。弁解は後で聞く。来たまえ、抵抗するなよ。ないですよ。おばちゃん、この花包んでくれ。リボンつけて。あらま、デートかい、この色男。えへへ、一本おまけしといてやるよ。とは、そ
ス。遅れてごめん。待った？いい、今来たところ。会いたかったわ、ジャン。また面白い話を聞かせてね。さて、先に軍部に顔出してくるか。ヒューズ中佐って軍法会議所だよな。あれから賢者の石の情報集めしてくれてるかな。どうかな。大総統に釘を刺されてるし。何？何の話？男同士の話。もういつもそれだし。おい、若はどこだ。貴様らずっと一緒だったはずだぞ。いない。せいせいした。行くぞ。また行方不明。おい、大丈夫か。メッシ。どこのものだ。何？秦から来た？入国証は？はいはい、どいたどいた。不法入国者のお通りだよ。助けて。あれ？崩壊注意がいる。あら、エドワード君、アルフォンス君、元気だった？あ、あの時のお姉さん。あなた、確かリゼンブールの。すっかり綺麗になって。リズさんは髪を伸ばしたんですね。待て、注意がいるってことは。いや、鋼の。あれ、大佐、こんにちは。なんで大佐がここにいるんだよ。先日セントラル勤務になったのでな。今日はどうした。ああ、情報収集に来たんだ。賢者の石とホムンクルスについて調べてたんだけどさ。それとヒューズ中佐に挨拶しに行こうと思ってんだ。中佐、元気？いない。は？田舎に引っ込んだよ。近頃ここも物騒なんでな。夫人と子供を連れて田舎に帰った。家業を継ぐそうだ。そっか、残念だな。軍人って危ない仕事だもんね。会いたかったのにな。賢者の石とホムンクルスだったな。何か情報があったら連絡しよう。鋼の、先走って無茶なことはするなよ。ん？おお、ほどほどにしとくよ。行くぞ、注意。こんな時だけ子供扱いですか。今は知る必要がない。あの兄弟にとって前進するのに邪魔なものはなるべく少ない方がいい。なんてな。私もアームストロング少佐のことをお人よしとは言っていられんな。その少佐の部下ですが、ヒューズ准将殺害の重要参考人として聴取を受けている者がいます。本当か。マリア・ロス少尉、本人は犯行を否定していますが。ロス少尉に関する資料を集めろ。洗いざらいだ。
急げ。だが極秘にだぞ。はい。どういうことか説明してくれるか。ヒューズ准将殺害に使用された弾は軍支給のものと同じ45口径、使用弾数は1発。私が普段使用している銃も同口径、そして最近私が補充した弾数も1発分。何に使った？第五研究所でエルリック兄弟の護衛時に。あそこは閉鎖区域で誰も入れず誰もいなかったことになっているのです。私が使用した弾丸も今や瓦礫の下で確認は不可能。それと当日殺害時刻に現場から立ち去る私の姿が目撃されているそうです。いたのか？いいえ、当日その時間は両親の家にいました。家族及び親しい間柄の証言はアリバイとして認められませんから。言い逃れできぬ状況か。ファルマン順位です。外からかけてます。マサング大佐へ繋いでください。コードは。へいよ、騒がしいな。おお、こいつはあの時の。兄さん！びっくりさせんなよな。フロントで指紋がこれ。なんだよ。なんだこりゃ。マリア・ロス少尉をロス・ヒューズ准将殺害事件の犯人とだって。で、リン・ヤオ、シンから来た？年は？15歳だよ。嘘つけ！本当だよ。何人で来た？ルートは？目的は？洗いざらい。どうした？変な鎧を着た侵入者が！ぬらいぬらいぬらい！やる気あんのかおめら。なんだありゃ、銃が効かないぞ。くそ、切っちゃいけねえってのは難しいな。早いとこ用事済ませて。もしもし、出して。え、どうめ。シンからの密入国者です。ああそう、遠い国からご苦労さん。おめえに構って暇ねえよ。じゃな。
加減はせんぞ。出してくれたら手伝うよ。どこの国のもんだった？東の秦のもんだよ。一緒に来な、急ぎ。おお、ありがとう。何？響かせましょう。見つけたぜ。第五研究所にいた。覚えててくれて嬉しいね。俺はおめえさんに撃たれた右手の穴を見るたびに思い出してたんだぜ。なあ、ヒューズ殺しのマリア・ロスさんよ。それは誤解よ。だろうな。会って確信したぜ。おめえさんは人殺しの目をしてねえ。おめえさん、このままだと罪を着せられて、有無を言わさず銃殺刑だぜ。明日の朝日を拝めるかも怪しいもんだな。そんな、こんなことが。選びな。このまま奴らに名残おろしにされるか、逃げるか、二つに一つだ。最悪にして人生最大の二択だわ。考える暇を。そんな暇ないよ。増援部隊が来ちゃったしね。逃げるわよ。逃げりゃいいんでしょ。ちゃんとエスコートしなさいよ、このバカ骨鎧。女は度胸。いいぞ姉ちゃん、切りたいくらいいい女だ。全市に通達、西区留置所からマリアロスが逃亡。凶悪な同伴者がいる模様、直ちに捕らえよ。抵抗すれば射殺してよし。注意。はい。少し出てくる。留守を頼む。
こまで逃げるの？いいから走れ、急げ。あの時の。え、試合？リンまで？いや。邪魔すんな。おっしょい、どういうことだよ、ヒューズ中佐を。かなうな姉ちゃん、そこの裏道から一直線に倉庫街に逃げろ。あそこのクレームなら逃げ切れる。信じらんない。鍵もかけないで飛び出していくなんて不用心にも程があるわ。ああもうこんなに散らかして、どうして男の子ってこう。はい、崩壊注意。アルマン獣医、申し訳ありません、目標に逃げられました。大佐は？大佐は使用で出ているわ。すぐには戻らない。マリア・ロスだな。マリア・ロスだな。うえ、くそ、行くぞ、痛めの。
ほいほい。リン、なんでそんな奴と一緒にいるんだ。いや、鋼の。どういうことだ。いつだ。どうしてヒューズ中佐は殺されたんだ。どういうことだ。説明しろ。どうしてロス少尉か。なんで黙ってた。上官に手を挙げるか。身の程をわきまえろ。止まれ。響かせましょう。ないですよ。面白い。するな。ヒューズを殺したマリア・ロスが脱走し、射殺命令が出ていた。それだけだ。それじゃあ、何の説明にもなってない。ヒューズの死を隠していたことは謝ろう。クソ、予定外だ。どうする。人が集まってきた。このままとんずらするしかありねえよ。行くぞ。憲兵司令部のダグラスだ。どういうことか説明してくれ、マスタング大佐。抵抗すれば射殺してよしとの通達が出ていたはずだ。命令通り抵抗されたから殺したまでだ。点数稼ぎにしては張り切りすぎではないのか。
点数？セントラルの紳士は東の田舎者が出世するのがそんなに気に食わんのかね。やりすぎだと言っているのだ。あれでは誰だか分からんではないか。ヒューズ准将の死を伝えなかったのは本当にすまなかった。賢者の石に関わりすぎたから殺された。俺のせいだ。俺が巻き込んだ。お主のせいではない。追い詰めてはいかん。ウィンリーが中佐に会えるの楽しみにしてたんだ。俺はあいつに何て説明すればいい。お揃いか。なんせ損傷がひどくてな、生前焼けか死後焼けかの区別もつかん。では本人ではないという可能性も。いや、かろうじて残された歯の治療痕からマリア・ロスと断定した。ひでえもんだ。こんなべっぴんさんを炭くずになるまで焼いちまいやがって。よほどの恨みでもあるんだろうな。なあ、マスタングさんよ。もう少しうまく焼いたらどうだ。こっちの身にもなってみるや。久しぶりだったからな。加減がわからん。イシュバール戦の英雄が親友の仇とはいえ、小娘相手にここまでやるか。ヘドが出るね。この度は我が輩の部下がとんだことを。君が謝ることではない。ロス少尉が殺人を犯すとは思っておりませんでした。彼女は正直者で真面目で思いやりのある。思いやりの。少し疲れが溜まっているようだな、少佐。休暇を取ったらどうかね。ん？そうだな、私がいた東部、あそこはいいぞ。都会の喧騒もないし、何より美人が多い。まったく貴様というやつは、勝手に出歩いたらどうなるか分かってるのか。ここに帰ってくるときは誰にも見られてねえから大丈夫だよ。そういう問題じゃなくてだな。よう、さっきから何やってんで。のろしだよ。あと朝飯。大体見ず知らずの人間を連れてくるなんて何を考えてんだ。何のためにここに隠れてるのか。若、探しましたぞ。おお、早かったな。また増えたぞ。お、やべ、俺鍵かけないで出てった。何も取られてないよね。ない。え？新聞がない。バカか俺は。ウィンリー。パパ。あ、どうしたの、エリシア、お客様。ウィンリーちゃん。グレッシアさん、急にすみません。
ちらに泊まってると聞いたので。ウィンディちゃんすごく憔悴してるから迎えに来てあげて。メイフラワー通りの。はい、うちの連れがすみません。すぐ行きます。行くの？ああ、行ってきちんとありのままを話してくる。僕も行く。罵られるのは俺一人で十分だよ。兄さん一人の問題じゃない、僕たち二人の問題だから。僕も行かなきゃいけない。なあ、あれ、もしも。うん、僕は他の人が犠牲になるくらいなら元の体に戻らなくていい。どんなことがあっても元の体に戻るって決めたけど、僕のせいで死んでしまう人がいるというのなら、そんな体はいらないよ。そんなわけで僕たち兄弟は元の体に戻るために賢者の石を研究しています。この前兄さんが入院中にヒューズ准将がいろいろと面倒を見てくれて、石のこともついでに調べてくれたんです。軍法会議所の資料を紐解いて。でもそれはどうやら軍の暗部につながる極秘の、一般人が知ってはいけないことだったんです。大総統自ら危険だと制止に来るほどの。主人は何か知ってしまった、もしくはこれ以上首を突っ込むなという犯人側の警告ね。おそらく俺たちが俺たちが巻き込んだも当然です。すみません、すみません。元の体に戻ろうとすることでこの先また被害者が出るかもしれないのなら、僕たちはもう人助けしようとして死んだとしたら、あの人らしいわね。昔っからおせっかいの世話焼きで損してばっかりなのよ、あの人。でもその損以上にたくさんの幸せがあったわ。ここであなたたちが諦めるというのなら、主人の死は全くの無駄になります。賢者の石とやらがダメなら他の方法があるかもしれないじゃない。自分たちの納得する方法で前へ進みなさい。前へ進め。もう何を信じて進んでいいのか分かんねえよ。参ったな。いっそのこと罵ってくれた方がよかったのに。アップルパイ？グレイシアさんのところで台所借りて作ったのね。食べて。でかいな。グレイシアさんにね、グレイシアさんに教えてもらったアップルパイ、あれから何度か練習したの。自分で言うのもなんだけど上手くなったのよ。いつかヒューズさんにも食べてもらいたかった。うまいよ。